フリーシャ君、今日もうスマホで撮影しよるんやけど。あ、撮影中なんですか今。撮影中。ちょっと見てほしいものがあるんだけど。これ悪い流れじゃない。見つけてしまった。これ絶対なんか動画で見たことあるんじゃない。あそこ見て。これやろ。パーツ小ざかしく選びよるけど。いや、マンタレー買うんすな。5000円の福袋があんのよ。買うか。本体キット&パーツをたくさん詰め込んじゃいました。で、これ、はい、正月のやつはすごかった、はい、正月以外の福袋でいい思いをしたことはない。え、ないのに進めると。うん、うん、進める。え、これ選ぶ要素、これ重さしかないんですよ。重さしかない。これやばいだろ。いや、重さだろ。あ、カーボン必ず入ってますこれ。そうよ、入っとるよ。カーボンは別に選んで買うよ。絶対重いやつがいいから。昔よく買ってたな。え、中身勝負する？あ、中身勝負しましょう。で、うん、だいたい相場わかりますか？相場わかる。それで中身勝負しましょう。あ、いいよ。いや、俺ね、はい、それやったのよ。あえて軽いの言ってみたことあるの、はい、正月とかはあえて軽いのだったんだけど、引き換え券だったから、はいはい、これ引き換え券があるとか書いてないじゃん。はい、書いてない。あ、待って、当たり付きって書いてある。書いてある、書いてある、当たり付き。あー、やばいやばい。あー、心理戦始まったわ。勝ったわ、もう。僕はもう運でいきます、勘でいきます。あー、あ、オッケー。じゃあ俺も決まったから。じゃあちょっと腹いこう。いきましょう。久々に来たぜ。はいはいはい。まあ、中身勝負だからね。はい。負けたらどうする？負けたら、じゃあ4玉で何か買えますか。じゃあビッグなやつを。俺はじゃあもし中身負けたら、はい、4玉のレースを全部切って。お、じゃあ商品でってことですね。開け方よ。いや、勝つんじゃねえかな、これは。え、マジっすか。え、ルールですけど、とりあえず、まあ、相場で高い方の勝ちですね。相場だからもうレアパーツだったらレアです、はい、はい、じゃあまず一つ目サンダーショット、クリアボディセット。ええー。まあ、でもこれ最近三半来てるから、はい、金額のままかな。はい。あくまで白っ子さんの相場感、うん、相場感あるんで。これも定価ですね。はい、定価。こちらが。これは見たことないですよ僕。スリーパーなんですけどこれ。はい、色がね、赤だったらめちゃめちゃレアだと思う。ほうほうほう。赤じゃないから。はい。定価以下だなこれ。あ。これ。え、これ俺の勝ちでしょ。700円ぐらいかな。700円。700円ぐらい。お、ただ？え？カーボンがラム。お、今はもないやつ、このカーボンはですね、はい、ほぼ定価ぐらいですかね。定価。え、ローラーはいいんじゃないですか？ピンクアルミ、軽量ピンクアルミも、はい、まあ、定価ぐらいですかね。定価ぐらい、はい。ちょっと値上がって1000円ぐらいで見てもいいよな。これ勝ったぞ。え？やばいんじゃないですか？で、マルーンが一つと、はいはいはい、マローレストンスポンジタイヤセット。おー、まあ、超速グラムリー使う。はい、超速グラムリー、はいはい。スーパーハードローハイドタイヤ、はいはいはい、そしてアイオスとか中途、はい、でデクロスのボディーパーツセット、スモーク、はい、でボルタ、はいはいはい、 MS マルチブレーキ、うんうん、使えますね、レストンスポーツ、おお、マサツモリボーイ、マサツモリ、はい、ジャパンカップ2019のハイパーダッシュ片付く、はい、おい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 、え、これか、これやばいんじゃないですか。両軸2017、お、2017ホワイトダッシュ、これはこれは520ボールベアリング、これはお、来た、お、2018、あ、最強って言ってたやつですね、これ最強のモーター、最強のモーター、お、え、以上ですか、もしかして。以上ですね。以上ですね。あ、な、何や、あの人、あ、だる、だる、あ、結果が分かる前からやな。勝ったわ。じゃ続きは僕のチャンネルの方で。そうね、いきます。クリーンシャークのチャンネルの方でいきましょう。次にカットがいいかな、充電器は持ってる。 X アドバンスミニ、はい、あれあった方がいいかな。いや、4000ぐらい、5000、5000ぐらいでしょ、あれ。あ、5000ぐらいですね。うん、なんか動画にする。何を？ XO アドバンスミニ？今撮ってるやつ。今撮ってんの？はい。いや、なんか割と奇跡起きたなと思って。ほら、プレゼント。え？お土産持ってきた。マジっすか？うん、え？これやらせみたいになるじゃないですか。ほら。え？
マジですか。え、マジ知らんかったですこれ、うん、これえ、マジですか、うん、え、これ泣くシーンですこれ。泣くシーン泣くシーン。え、これマジですか。うん、持ってきた。ありがとうございます。じゃあこれレビュー動画お願いします。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、え、本当にいいですか。いいよいいよ。やった。お願いしといて遅延行為という方ジャンケンから練習しましたね。はい、では田中選手が、左側で、クリリン選手が真ん中でいきましょう。スイッチオン、シグナルに注目。さあ、佐藤さあ、先週のここで田中選手がやっぱり MC やらされたからだとか言い訳にされそうなんですが、さあ、2周目残っているのはクリリン選手です。さあ、どうでしょうか。 MC は、あっと戻ってますね。こっから見えないので、同じコースにいるので、大丈夫です。あれ、これあ、やだ。はい、じゃあ、あと、残り心こっち決めて、帰ってきたのはクリーリン選手、おめでとうございます。こちらが、ハートの状態血は見たくないですよ。行きましょう、シグナルに注目。さあ、スタート。イケメン対決だね、これね。ちょっと俺、はい、枠に入んない方がいい。よろしいでしょうか。はい、行きましょう。スイッチオン。シグナルに注目。スタートの先行飛び出したな、黒いマシン。ブラッキー選手。しかし、白いマシン、スイッチ選手が、1本か前に出る。さあ、そのまま2周目。おっと、これ、スイッチ選手が好スタート。さあ、こっちが残っているのは、クラッシュ選手が黒田選手に2周目終えて負けました。飛んでました。さあ、行きましょう、殴り合い。スイッチオン。シグナルに注目。さあ、佐藤、さあ、飛び出したから黒田選手が飛び出した。さあ、MC とか決めてますね。さあ、さあ、選手さんは上から一気に来れた。さあ、シロッコ杯で第1位だったのはシロッコ選手となります。
言。次は、あちゃいます。さあ、飛びましたのは田中選手。しかし、田中選手ね、初ヒート白熱した戦いで第1ヒート勝ち抜いたのが白子選手、第2ヒートの白熱したレースを勝ち抜いたのが小笠原選手、あれ加速方がいい、第3ヒートの白熱したレースを勝ったのはスケボーを落とした始まりました。月曜の夜から白子杯超速グランプリ in 4玉総合優勝決定戦を行います。ではいきましょう。スイッチの乾杯、シグラルに注目、スタートの注目してシグラルです。さあ、やりましたが、シグラルの手元からプレーチェンジが使うスタート。さあ、この試合を持っているのは第3ヒートを制したクリミン選手のリード、やっぱりまた勝利を発揮。さあ、終わりですよ。おーっと小笠原君が真ん中、クリミンさんが銀行です。さあ、では本日最後のレース、総合優勝決定戦1回目、ではいきましょう。セッション、シグナルに注目。さあ、本日は今回は3台とも決まってます。結構ほぼ変わらないように見えるが、結構1台いない、クリミン選手がコースアウトしてしまってる。さあ、先行するのは白子選手。さあ、浦和選手お、リシャ君買おうよ。なんかちょっとおしゃれですね。でしょ、はい、これ着る機会なくないですか。でクリシャ君初5連どうよ。いや、面白いですよ。いい感じ、いい感じです。学校の勉強もわからずに遠足行く日も間違えてスマイル0円注文してた。それでも生きられる、負けてもやられてもくじけない、鼻血の一つじゃなく足りない、ザクザク財宝も閉じたらよだれが止まらない。心は盗めぬ悪党さ、それでも誇りで胸張れる、華やかに決めてやる、そうさ俺たちはミサイル、ミサイル、ダン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 、ダダスダスダダダダダスダスダダダダダスダダダダ、ミサイルだ。